シャンシャンです。今回はシャンシャンの練習風景、1時間耐久急性急冷戦明です。では早速開始です。急性急をただただ1時間書き続けます。多少失敗したと思っても書き続けます。誰もが一度は臨書する急性急、しかしながら他の法上に比べると臨書することの少なかった急性急、初心に帰った気持ちで書いております。お見苦しい点もございます。途中気が抜けてしまっている部分もございます。早送りでも構いません。ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。最後に1時間で書き上げた書をアップします。そちらも合わせてご覧ください。
終了です。1時間でかなりかけました。自分で書いていて納得しない部分が多いです。気を引き締めて日々練習していかねばと反省です。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。